ます。コンサートで札幌の皆様、ようこそ熊本にお越しいただきました。この今日ですね、我々は本当に待ち望んでおりました。挨拶させていただきます。本日はどうもありがとうございます。ありがとうございました。まあ、熊本に入って、ね、初日ということで、まあ、3日間オフで、まあ、体もちょっとね、リラックスした状態から、このキャンプインしましたけど、この熊本キャンプ、開幕戦に向けて徐々に、上げていければいいかなと思ってます。いや、もうすごいアットホームで、すごい、もちろんこの浦和からここに来たのは何かしらこう一つでもタイトル取れるようにって、思いながら来ましたし、それを実現できる選手は揃っていると思っているので、
まあ、若い選手が多い中ね、こういろいろなこう、経験をまだしてない選手たちたくさんいると思いますので、そういう人たちに何かしらこう手助けできるように、頑張っていきたいと思いますし、まあ、その人たちに負けないように、ね、僕も、頑張っていきたいと思います。割とこう裏の時からね、監督は自分のコンディションは、ね、こう自分でいろいろやらせてくれている部分があったので、まあ、それをまあ同じくあの自分で調整してくれということは常に、言ってくれてますし、まあ、それに甘えてやってるところです。はい、もちろんこうさっきも言ったようにゴールを決めることが求められると思うんですけど、まあ、フォワードの役割というのは、ね、それだけじゃないと思いますので、はい、あのシャドウの選手に、ね、こうゴールを取らせるってことも大切な要素だと思いますので、そういうのをうまくやっていけたらいいかなと思ってます。まあ、そうですね、まあ、ミシャのサッカーをやってればね、やっぱりワントップを張ってればやっぱ2桁ゴールっていうのはね確実に取らないといけないと思いますし、まずは1年間通してねこう怪我なく、こう毎試合ねこう試合に絡んでいけるようなコンディションで居続けるっていうのはやっぱりあの自分の目標としてます。もうあの一つでも多くタイトルを取れるようにあの頑張りたいと思います。本当浦和からねこの札幌に来たのはね生半可な気持ちで来たわけじゃないですから、あの本当にチームのために、頑張りたいと思います。応援の方よろしくお願いします。